リンリン、ハロー、パラレルリンパラレルのリントです。本日はね、一緒にお風呂に入っております。シフィーとね。でね、今、土曜日の朝なんですけれども、お風呂を一緒に入りながら、餌をね、食べさせようという状況でございます。今ちょっと加えてますけど、豚肉をね、細かく切ったやつを揚げてます。猫食べるかな？ハンドリングはこの子慣れてくると思うので、手からこうやって餌つくのはちょっとまだ慣れてないよね。いいよ。いい。気持ちよさそうだね、やっぱね。ちょっとね、脱皮も朝だから喉の調子がおかしいねちょっとね、脱皮も始まってきてね、その脱皮もこの皮もね、ちょっと剥がれたらいいなと思って、ね、一緒にお風呂入ってたんですけど、もうお肉はいらないかい？これまあ、さっきもね、これぐらいのお肉を1個食べたんですよ。こいつからしたらでかいよね。だって人間で言ったらでしょ、500g ぐらいの肉食うみたいなのでしょ。結構食いましたよって感じなんだよね。まあ、この肉は後でまた食わせてあげたりとか、置いといたら食べたりするかもしれない。後で食べようかな。食べようかな、食べさせようかな。私は食べないです。この辺がね、今脱皮してます。やっぱりね、懐いてないっていうか、慣れてないよね。触られるのは少しずつ良くはなりましたけど、やっぱりこう突如のね、動きとか逃げようとするでしょ。まだ
だちょっとこう落ち着かない部分っていうのはあるよね。でもさ、でも日々この小さいサイズの時にいっぱい触ってあげないとって感じですね。大きくなってからもこういっぱい荒れてる状態だと大変ですから。はい、この子をね、音力させながら私も風呂に入ります。全裸なんでね、今ね浴槽なんで、映すと全裸の私がいるっていう状態なんであれなんですけど、映しませんけど、この子たちではこの子はここでお湯変えて温浴してあげながら、私は普通にお風呂に入ろうかなと思います。はい、ということで凛と日記でございまして、今日は25かな、6月25日かなだったはず、ちょっと覚えてない。はい、ということで本日朝のリット日記撮っていきました。ということでまた次回の動画でも、見ていただければと思います。はい、高評価、チャンネル登録、あとはツイッターのフォローなどもね、お待ちしております。はい、あとコメントもね、ぜひぜひお願いいたします。はい、ということで本日は以上でした。以上、リントでした。バイバイ。動画の続きです。先ほどはね、バイバイをしたんですけども、ちょっとこう普通にお風呂をため始めて、私もね半身浴ぐらいしようとしたところですね、この子が意外と泳げることが分かって、やっぱすごい浮くんですよね普通に。浮けるんだと思ってちょっと動画を回してます。あんまり水深がね深いんで、この子にはストレスが溜まっちゃうし、ずっと泳がなきゃならないんであれですけど、まあ、結構泳げるね、陸地に行きたいね。私の手が陸地代わりにもなってますね。こんな感じで浮けるんだと思って、野生下では多分川とかにこうやってね体を浮かべてるんだろうなと思いました。あっちのねアフリカとかの方の川って深いですからね、まあ、ワニとかもいますけれども、そういうところでのね環境に適応した、環境に適応したような体の作りになっていて、浮けるんでしょうね。こうやっててもね、尻尾の方が浮力で浮いてくるんですよ。指から自分から離れていって泳いじゃうって乗っかってるよね。あと意外と水深深くてもいけるのね、シェフィーね。でシェフィーのね脱皮側がねちょっと下に落ちてるのと、ああ汚い、私の髪の毛が落ちている。仕方ないですね、お風呂なんで。もう指をふやけてきちゃって。はい、ということで動画の続きでした。はい、また見てくださいねって言っておきながら、また、お尻におまけがくっつくっていうね、状況でございます。はい、ということで、今度こそ終わりとなります。はい、また、次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価、いいねなどお願いいたします。いいねと高評価一緒だわ。ツイッターのフォロー、いいですね。などお願いいたします。ということで、以上、リントとシフィでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。